こんにちは、りょうやです、今日はベジーディッシーズの第3弾、パスタの第3弾としてクリームパスタを作ります。カルボナーラとか、あとはゴルゴンゾーラを使ったパスタとか、なんかそういうちょっと癖のある味っていうのはね、なかなかビーガンで再現するっていうのは、まあ、難しいし、やろうとすると手間もかかるんですけど、今回はあの豆乳を使って比較的こう簡単なレシピであっさりしたものを作ります。でそれであればあの誰でも家にある材料で簡単に作ることができるので、今回は簡単バージョンの豆乳クリームのパスタを作っていきます。今回はこの豆乳にとろみをつけるためにこちらの米粉を使います。で基本粉だったら何でもとろみがつきます。米粉じゃなくても小麦粉でもいいし、あのよく僕はそば粉を使いますけど、そば粉でもいいし、あとあの雑穀系の泡粉とか冷え粉とか、まあ、あんま持ってる人いないと思いますけど、まあ、そういうのでもいいですし、もちろんあのそういうのではなくて片栗粉とかくず粉とかタピオカでんぷんとか、そういうあのスターチ系のでんぷん、スターチ系のでんぷんって意味わかんないね、スターチ系の粉でもいいです。要はあのとろみさえつけば何でもいいし、粉であれば比較的何でもとろみがつくので、まあ、家にあるもので何でもいいです。まあ、小麦粉とかなら比較的皆さん家にあると思いますけどね。で今回はこちらの米粉でとろみをつけていきます。ちょっといただいてみます。オレンジ色のフィットチーネもあの実はクコの実を混ぜ込んで自分で作ったやつなんですけどね、まあ綺麗な色ですね。うまい。でこの豆乳のソースのレシピはですね、何もこのパスタだけじゃなくて、例えばお米と一緒にすればこうドリアとかリゾットみたいにもなるし、あと来週はね、トマトソースのボロネーゼを紹介するんですけど、それと一緒に使えばラザニアとかもできるので、
まあ、いろいろパスタだけじゃなくてね、パスタっていうかこのクリームパスタだけじゃなくていろいろ応用が効くレシピだと思うので皆さんぜひ作ってみてください。ではまた来週、来週はボロネーゼです。